はい、どうも、鳥さんです。本日は、こちら。はい、ということで、今回も、募集させていただきました質問、そちらの方にですね、答えていこうかななんて思ってます。はい、じゃあ、まずは、鳥海さんは、皆さんが憧れるような、とても素敵な役者さんですが、現在役者を志している人へ、何か演じる上で心がけていることや、普段の生活の中で鳥海さんが意識していること等、アドバイスがありましたら教えていただけると幸いです。ということなんですけど。まあまあ役者、まあそういうの、まあ僕は声優なんでね、まあ基本声優しかやってないんで、まあ、演じる機会は大体声優として演じることなんで、舞台もね、ほとんど立つことはないので、基本的にはないので、まあ、鶴間さんもね、アドリブとか、またちょっとね、特殊な、あれはありますけども。まあ、なので、いわゆる、そうですね、舞台俳優さんとか、テレビの方の俳優さんみたいなやつはよくわかんないですけど、似て非なる感じはあるので、まあ、あくまでも声優という部分で言いますと、まあ、私もね、別に先生やってるわけでもないですし、正解なんか何にもわかんないし、基本的には演出をされる側なので、そこまでなんかやっといたらいいよっていうのもよくわかんないんですけど、若い時にじゃあお前やってきたのかって言うと、とてもそんなことはないんですよ。やっぱりね。もう経験を積んできたとしか言えないんですけど、そうだな。じゃあ僕は言えるのはもう声優としてしか言えないので、声優になりたい人に一つだけ、これだけ、は、なんかたまにすっごい昔なんか若い子に何度か言ったことが、今なんか言ってくれって言われたから言ったんですけど、まあ、これは多分まあ声優だからではないんですけど、声優は特に、まあアニメとか映画はね、結果できますけども、まあドラマ CD とかちょっと独特なね、ものもあるじゃないですか。絵も映像もないものとか。では自分の顔、表情とかでは演技ができないので、基本的には発してる声でね、お芝居をしています。まあ、声優の中で何が大事なのかっていうと、まあ、あくまでも僕は、私はですけども、まあ、聞いている人に、そのキャラクター、その喋ってるあれの映像が浮かぶっていうことを意識するわけですよ。ね、その映像が浮かぶ、聞いてる人が絵がなくても、この人がどういう動きをしてとか、どのような誰とってのは無理だけど、どのような距離感とかで、どういう動きをしながら喋ってるかとか、っていうのが、ちゃんと聞いてる人の脳内に浮かぶっていうことを意識しています。なので、結果としてこちらが考えることも実は同じなので、その浮かぶ絵面を想像しているわけですね。それを表現するわけなんですよ。例えば、こうやって喋ってて、普通に喋ってるじゃないですか。ここはバーカウンターだとしましょう。じゃあ、あなたはバーテンさんの、私のお客さんだったとしよう。で、喋ってる、こうやってね、なんとか、マスターさ、なんとかでさ、でね、みたいな。こういう動きとかが声だけで表現できるといいな、と。要は、対象がちゃんと自分の頭の中に浮かんでるのかどうかってことなんですよ。それがどこにいるのか、どういう距離感で、とか、5メートル先なのか、10メートル先なのか、とか、ね、なんかそういう、ところを意識すればまずはいいんじゃないかな。それをまあ瞬間的にやらなきゃいけなくはなってくるんですけど、アニメなんかだとね、アニメとか外画とか言われる自分の魔弱で喋れないものもあるので、そういうのはまあ絵に助けられる部分も当然あるし、絵だけの演技で、足りてしまう、むしろそっちの方がいいっていうこともあるんですけども、まあ基本的にはその自分がちゃんとその対象物を意識できているのというところですね。だから、そう、俺たちのね、時代はね、まあ全員じゃないですけど、私はもうあれですよ、授業で養成所通ってましたけど、当時ってあんまりアフレコの授業なんかなかったんで、アフレコ初めてしたの現場ですからね。うん。授業ではまだやってなかったんで、その頃っていうのは。そう、だから、現場で覚えていきましたね、そういうのはね。そう、だからこそ余計に、そうだな、慣れてなかったっていうのもあるけど、今逆に多分慣れすぎちゃってる部分もあるかもしれない。まあもちろん皆さんご上手なんですけど、若い方たちもね。
あ、そんなにできなかったなと思うんですけど、一歩間違うと、特に他ジャンルからいらっしゃった時とかに、まあ、当然すごく勘の良くて、ね、上手な方もいらっしゃいますし、やっぱあんまり慣れてない方もいるんだろうな、みたいな。でもこれは別に他ジャンルだけじゃなくて、声優さんの中でも当然ね、やっぱあるんですよ。まだ慣れてない人とかも当然いるわけですから。まあ、そこで一番なんか気をつけなきゃいけない、特にマイク前で気をつけなきゃいけないのって、だいたいまあ、こうやって台本持って、で、ここにマイク立ってて、この先に画面があるんですよね。そのモニターを見ながら、映像を見ながらこうやって、合わせて喋るんですけど、なんかね、割とね、陥りがちなのが、経験があんまりまだ浅い方とかで陥りがちなのは、そこの映ってるテレビのモニターの距離のにかけるんですよ。でも本当はその先があるわけですから、だからそこだけちょっと、まあこれはアフレコの状態になってからなんです。マイク、あとはここに向かって喋っちゃうんですよ。マイク。そうじゃないでしょうっていう。なんか俺先生みたいなこと言ってんな。そう、でもなんかそういうのじゃなくて、そこじゃないよって、あなたはどこを何をイメージしていますかっていうところをが思い描けて、まあ最初はだからそんなね、いきなりアフレコのスピードとかそういうのはいらないんで、まずはなんか、表現をするという時に、ああ、そういったイメージがちゃんと自分でできて、で、それをちゃんと丁寧に、まずは、まあ、ゆっくりでいいから、あの、じゃあこういう、今どこどこに、誰々がどこどこにいて、こういう思いでこの人に声をかけますとか、そういうのが、ちゃんとはっきりイメージできたところから、スタートなんじゃないかな、なんて思っています。ね、恥ずかしいですね。これを多分皆さんだんだん瞬発的にやる、瞬発力でやるんですけど、うん。でもそういうのが大事だ。自分のが頭でイメージできてなければ、結局そういうセリフには多分ならないと思うので、まあ最悪絵でごまかせてそれっぽく聞こえたりはするんでしょうけども、うん、でもやっぱり多分違う、上手な方と比べると多分違っちゃうから、だからそこはね、技術じゃなくて、だから別にそういう技術としては当然劣る人もね、やって、ずっとやってる人の技術はあるわけだから、でもそうじゃなくて、あの若い子とか今回のこの新人の主役のすごくいいねなんていうのは大体そういう気持ちがまっすぐ飛んでいく人なんですよ。だから別に、うまいか下手かで言ったら下手かもしれないけど、そういう意味ではね。でも、すごくいいってなるんですよ。で、そういう子がだんだん、それはもう、あとは経験なんで、覚えて、うん、それが上手な人になっていくっていうことなんで、そこを意識したらいいんじゃないかなと、個人的には思っていますが、こればっかりは人によって言うことも全然違うと思うので、まあ、一つの参考意見として、なんとなく雑に聞いといていただければ大丈夫です。はい。全然真逆のことを言う人もいるかもしれませんからね。ただまだ、これから始めるんだったら僕は技術を磨くよりもそっちの方がいいんじゃないかなーなんて思いますよ。はい。ね、真面目に言ってみたよ。酒も飲まずにさ。じゃあもう一問ぐらいいきますかね。イベントの時の服装はどんなことを意識して選ばれていますか？いつもイベントの時の鳥さんの服装がとてもおしゃれなので気になってみました。基本的にはスタイリストさんにお任せしています。あ、まあまあ、なんとなく、まあ今もほとんど、ほぼスタイリストさんから、たまに自前もありますけど、まあイベントであったり映像、映りの仕事とか、ちょっとしたコメント動画とか、まあ、その時々で、スタイリストさんついてる時と、まあ、今日は自前でいいか、みたいな時もあるんですけど。まあ、基本的には、スタイリストさんにお任せしています。ただ、今回こういう感じでっていうような要望は、ある程度イメージはお伝えする時もありますし、例えば、じゃあ、このイベントは MC の立ち位置なんで、なんとなくちょっとジャケットスタイルがいいかなとか、まあ、そういう、あとは、なんか、例えばパンフレットの撮影だったらテーマがあったりするんで、なんかそれに即した感じとか。まあでも、向こうはプロなんでね、もうそんなのはたくさんやってるので、基本的にはそのぐらいしかお伝えしないです。あとはなんか、ちょっとキャラカラーみたいなの入れてほしいみたいな指定がある時とかは、
とか、まあ、あと勝手に入れ、みんな入れそうだから入れてみようかなとかね。まあ、もちろん自発的に入れるときもあるんですけど、まあ、そういうときは、ちょっとこういった、別に服じゃなくてアイテムでもいいんで、ちょっと、そういった何色を入れ、ちょっと用意していただけると、みたいな感じで。でも、そんな細かくは言わないですね。基本的にはお任せして、まあ、もうね、結構長く同じ方にずっとやっていただいてるので、もう基本的にはありがたくご用意いただいたものを着ています。はい、まあ、たまに自分で選ぶ時もありますけどね。まあ、これはですね、前も言いましたかね、服装、好きな服装に近いと思います。なんでその時の自分の中で好きな感じのものを着てるじゃないのかな。あとはある程度の TPO ですかね。ね、割とみんなジャケットで来るだろうって時に T シャツ1枚ではいかないと思います。そのぐらいです。はい、なので基本的にはお任せして、素敵な衣装をご用意いただいております。はい、ということで今回はねこのぐらいですかね。珍しくちょっと真面目に語ってみたりもしましたけど恥ずかしいですね。あいつが言ってたからっつって全部ね、ドリームが言ってたからって全部が全部正解じゃないので、その辺の取捨選択はお任せします。一個の参考で、私はそうやりましたよってだけなので、まあまあ一つの参考になれば思います。ではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。